なるほど。でもありそうですね、それはね。あ、いいよいいよ。こちらには。これ借りていいの？うん、全然いいよ。あ、ツイートした。カホちゃんがツイートした。私本人ツイートしなかったっていう。そうそうそう。じゃあ俺ツイートしよう。皆さんぜひツイートしてくださいね。RT 署名じゃん。はね。持ってくれたら買ったな。なんかいろんな化粧道具。化粧道具っていうか、こうピンとか。そう、ピンとか細かいの、ね。衣装までやれば大丈夫かな。衣装から、うん、割といい感じになってる感じがするので。はい。プロローグとそれから第一章っていうのだけ、うん、ちょっとまた向かいましょうかね。はい。お、ちゃんとストリームカードで行くんだけど。じゃあ、ここ持ってきたんですよ。素晴らしい。回しですよ、回しよ。今、ここです。暗くて見えない。わざとらしい。あ、見えた、見えた。僕もあの、向きに食われてるところ直さないとな。あ、見えた。よいしょ。おおおイエーイ、うん、貼り付けてきました。今度島津さん用にも買ってみてくれとか。いいな、私も欲しい。地獄のステージをクリアしたものだけがもらえる。なんとまだ私信用足りませんね。バックのあのそれで言ったら私もまだ地獄のステージまでは。あそこでまず痛い目に遭うの。いやー、まずでも最初の試練だね。楽しいね。もうでも ないでしょうね、あんまり、ね、あれやっぱ孫さんじゃないとあんなにしんどくないですから。まあ、プレッシャーかかりますからね。なんか葵空ちゃんの日はちょっとなんかわりかしリラックスモード取れって感じ。いや、逆に言うとあの時はもう周りがもう何も聞きたくない。いやー、大変でしたよ。ねえ。最近口紅も出ししてない。ちょっと待ってね。うん。これもね、二人でこうやって動かしたりするからね、なかなかちょっと行き合わせるのが難しいですよね。ケーブルはこう一回多分、そうですね。この辺をこうね、なんかすれば自由自在こう。結構前全然動かなかったの。今空気入れたらね。空気入れたらもう軽々と動くんだよ。いいなぁ。一家に一台。ねぇ。本当だ。なんでもできるね、こんだけあれば。カメラとかメカ大好きだもんね、カワちゃんね。そうなんですか。大好きですね。もうこれがオーディオも好きだよね。これが欲しい。これが欲しい。これが欲しい。まだジュンさんにそんな。おねだりタイム、おねだりタイム。これでもこれだけ買ってもダメなんだよね。なんかいろいろ。あ、そうなんですか。もうこのカメラに差しからついてるレンズとか。ああ、あれはダメです。ダメだし、これ HDMI のケーブル差すと全部消えてしまうし。あ、そうなんですか。なんかもういっぱい周辺でこう積み重ねないと。じゃあ、 あの元からついてるのはもう使ってらっしゃらない、レンズは全然ダメ。このカメラの良さが、こっちは何のレンズ使ってるんですか。これは、ニコンの一眼レフですね。これそっちはで、こっちはキャノン、キャノンの FD のレンズですね。
1970年生とか30年も前のやつですね。あね、だからやっぱり、はい、お待たせしました。でもその頃からちゃんと、はい、ありがとうめんちゃん、ありがとう。これが初めてです。ファンデルト、あのキルトシフトできるのは TS は、さて、4年ぐらい前と信号の入り口に検問中とか看板をつけて検問中とか何でこの場合があるんですかね。抜け道になるんでしょうね、うん、そうですね。さて、抜いていただいてタイトルからですかね。そうですね。そうですね。タイトルとそれから第1章ですね。はい。じゃあそのタイトル、プロローグのところですかね。はい。なぜかこっち設定が変わってしまってるんだな。しましょう。しましょうね。はい。ちょっとテスト。せーの、いいよ。はい。はい。じゃあプロローグのところは、さっきまではテイク4でしたので、はい、テイク5ということでリテイクします。はい。はい。よろしいでしょうか。はい。はい。じゃあ、プロローグのところよろしくお願いします。あの時の王子くんからですね。はい、そうです。はい。あの時の王子くん、アントワーヌ・ドゥ・サンテクジュペリ、大久保優役、朗読カフア、レオン・ウェルトに、子供の皆さん、許してください。僕はこの本を一人の大人の人に捧げます。でも、ちゃんとしたわけがあるのです。その大人の人は、僕の世界で一番のお友達なんです。それに、その人は何でもわかる人で、子供の本もわかります。しかも、その人は今フランスにいて、寒い中、お腹を減らして苦しんでいます。心の支えがいるのです。まだ言い訳が欲しいのなら、この人も前は子供だったので、僕はその子供にこの本を捧げることにします。大人は誰でも、元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけど、じゃあ捧げる人をこう書き直しましょう。かわいい少年だった頃のレオン・ウェルトに。はい、非常に素晴らしいですね。もうワンテイクもらって、はい、間違いだけ修正をすれば大丈夫でしょう。はい、はい、じゃあテイク今度は6になりますので、はい、もう一回通してください。はい。あの時の王子くん、アントワーヌ・ドゥ・サンテクジュペリ、大久保優役、朗読カフア、レオン・ウェルトに、子供の皆さん、許してください。僕はこの本を一人の大人の人に捧げます。でも、ちゃんとしたわけがあるのです。その大人の人は僕の世界で一番の友達なんです。それにその人は何でもわかる人で、子供の本もわかります。しかもその人は今フランスにいて、寒い中お腹を減らして苦しんでいます。心の支えがいるのです。まだ言い訳が欲しいのなら、その人も前は子供だったので、僕はその子供にこの本を捧げることにします。大人は誰でも元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけど。じゃあ、捧げる人をこう書き直しましょう。かわいい少年だった頃のレオン・ウェルトに。はい、ありがとうございます。すいません、はい、
1,2,3,4、4行目、はい、心の支えが以上ですから、もう一回、はい、もう一本もらえますか。はい、はい、まだ言い訳が欲しいのなら、はい、この人もですね、はい、さっきその人もになっちゃったので、あ、はい、はい、じゃあテイク7で、後半だけでいきます。はい、よろしくお願いします。はい、まだ言い訳が欲しいのなら、この人も前は子供だったので、僕はその子供にこの本を捧げることにします。大人は誰でも元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけど。じゃあ、捧げる人をこう書き直しましょう。かわいい少年だった頃のレオン・ウェルトに。いいですね。今のが一番いいですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、その続いて第1章いきましょう。はい、ご準備をしてれば。第8章？あ、ごめん、第1章です。あ、第1章。はい。あ、そう、はい。はい。第1章。僕が6つの時、読んだ本に素晴らしい絵があった。全部本当の話。という名前の自然のままの森について書かれた本で、そこにボアという大きな蛇が獣を丸飲みしようとするところが描かれていたんだ。だいたいこういう絵だった。ボアという蛇は獲物を噛まずに丸飲みします。その後はじっとお休みして6ヶ月かけてお腹の中で溶かします。と本には書かれていた。そこで僕は、ジャングルではこんなことも起こるんじゃないかとワクワクして、いろいろ考えてみた。それから色鉛筆で自分なりの絵を初めて描いてやった。作品番号1、それはこんな感じ。僕はこの傑作を大人の人に見せて怖いでしょと聞いて回った。でもみんな、どうして帽子が怖いのって言うんだ。この絵は帽子なんかじゃなかった。ボアが象をお腹の中で溶かしている絵だった。僕はボアの中身を描いて大人の人にもうまくわかるようにした。すいません、この絵からこの絵は帽子なんかじゃなかったからもう一回いただきます。はい、はい、だから、その後のだからが抜けてます。だから、はい、この絵は帽子なんかじゃなかったから、はい、この絵は帽子なんかじゃなかった。ボアが象をお腹の中で溶かしている絵だった。だから僕はボアの中身を描いて大人の人にもうまくわかるようにした。あの人たちはいつもはっきりしていないとダメなんだ。作品番号2はこんな感じ。大人の人はボアの絵なんて中が見えても見えなくてもどうでもいい。とにかく地理や歴史、算数や国語の勉強しなさいと僕に言いつけた。というわけで、僕は6歳で絵描きになる夢を諦めた。作品番号1と2がダメだったから、めげてしまったんだ。大人の人は、自分では全く何にもわからないから、子供はくたびれてしまう。いつもいつも、はっきりさせなきゃいけなくて、それで僕はしぶしぶ別の仕事に決めて飛行機の操縦を覚えた。世界中をちょっと飛び回った。地理を勉強してほんと役に立った。一目で中国なのかアリゾナなのかがわかるから、夜中に飛んで迷ってもかなり助かるってもんだ。こうして僕は生きてきて、ちゃんとした人たちと大勢出会ってきた。
はい。こうして僕は生きてきて、ちゃんとした人たちとも大勢出会ってきた。大人の人の中で暮らしてきた。近くでも見られた。でも、それで何かいいことが分かったわけでもなかった。少し賢そうな人を見つけると、僕はいつも、とっておきの作品番号1を見せてみることにしていた。本当のことがわかる人なのか知りたかったから。でも帰ってくるのは決まって帽子だねって。そういう人にはボアのことも自然の森のことも星のことも喋らない。向こうに合わせてトランプやゴルフ、政治やネクタイのことをしゃべる。すると大人の人は物事がはっきり分かっている人とお近づきになれてとても嬉しそうだった。はい、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうかね。はい、じゃああとは、さっきの鈴木ですね。はい。はい、あれ七が、あ、全然最後まではハルカ・カナダですけど、うーん、あ、はい、7も結構長いですけど、一応ちょっと投資のテイクは欲しいと言えば欲しいので、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、食べる、あんまり投資映ってるあるかないか見えますけどね。計測だけしますので、投資でください。まあ、あの多少突っかえても、はい、そのままいっちゃっていただいて結構です。またタイムラインの皆さんも応援してるので。あ、はい。なおさん、なおさん、サードホールさん。はい、サードホールさん。セヨさん。あ、セヨさん。おー、皆さんありがとう。なるさん。もっと番号読んでください。出席番号。はい。番号あります。400番です。ありがとう。はい、じゃあ7番行きましょうか。はい。はい、ご準備よろしければ。はい。第7章5日目。また羊のおかげでこの王子くんにまつわる謎が一つ明らかになった。その子は何の前置きもなくいきなり聞いてきたんだ。ずっと一人でうーんと悩んできたことが解けたみたいに。羊が小さな木を食べるなら花も食べるのかな。羊は目に入ったものみんな食べるよ。花にトゲがあっても、じゃあ、ああ、花にトゲがあっても、じゃあトゲは何のためにあるの。わからなかった。その時僕はエンジンの固く締まったネジを外そうともう手一杯だった。
しかも気が気でなかった。どうも手ひどくやられたらしいということが分かってきた。最悪、飲み水がなくなることもあるって本当に思えてきたからだ。トゲは何のためにあるの？この王子くん、いつ質問を一度始めたら絶対おやめにならない。僕はネジでイライラしていたからいい加減に返事をした。トゲなんて何の役にも立たないよ。単に花が意地悪したいんだろ。え？すると、だんまりしてからその子は恨めしそうに突っかかってきた。嘘だ。花はか弱くって無邪気なんだ。どうにかしてほっとしたいだけなんだ。トゲがあるから危ないんだぞって思いたいだけなんだ。僕は何も言わなかった。傍らでこう考えていた。このネジがテコでも動かないんなら、いっそ金槌で吹っ飛ばしてやる。でもこの王子くんはまた子供の考えを邪魔なさった。君は本当に君は花が。やめろ、やめてくれ、知るもんか。いい加減に言っただけだ。僕にはちゃんとやらなきゃいけないことがあるんだよ。その子は僕をポカンと見た。ちゃんとやらなきゃ？その子は僕を見つめた。エンジンに手をかけ、指は古いグリスで黒く汚れて不格好な置物の上にかがんでいる。そんな僕のことを。大人の人みたいな喋り方。僕はちょっと恥ずかしくなった。でも容赦なく言葉が続く。君は取り違えてる。みんな一緒くたんにしてる。その子は本気で怒っていた。黄金色の髪の毛が風になびいていた。真っ赤なおじさんのいる星で会ったんだけど、その人は花の匂いも嗅がないし、星も眺めない。人を好きになったこともなくて、足し算のほかは何にもしたことがないんだ。一日中君みたいに繰り返すんだ。私はちゃんとした人間だ。ちゃんとした人間なんだ。それで鼻を固くする。高くする。でもそんなの人間じゃない。そんなのキノコだ。何？キノコ。この王子くん、すっかりご立腹だ。百万年前から花はトゲを持っている。百万年前から羊はそんな花でも食べてしまう。だったらどうしてそれをちゃんと分かろうとしちゃいけないわけ？なんでものすごく頑張ってまで何の役にも立たないトゲを自分のものにしたのかって。羊と花の喧嘩は大事じゃないの？太った赤いおじさんの足し算の方がちゃんとしてて大事だって言うの？たった一つしかない花、僕の星の他にはどこにもない。僕だけの花が僕にはあって、それに小さな羊が一匹いるだけで花を食べ尽くしちゃうこともあるって。しかも自分のしていることも分からずに朝ふっとやっちゃうことがあるって分かったとしても、それでもそれが大事じゃないっていうの？
その子は真っ赤になって喋り続ける。誰かが200万の星の中にも2つないと、どれか一輪の花を好きになったんなら、その人はきっと星空を眺めるだけで幸せになれる。あのどこかに僕の花があるって思えるから。でももしこの羊があの花を食べたら、その人にとってはまるで星全部がいきなりなくなったみたいなんだ。だからそれは大事じゃないっていうの？ねえ。その子はもう何にも言えなかった。いきなりわーっと泣き出した。夜が落ちて、僕は道具を手放した。なんだかどうでもよくなった。エンジンのことも、ネジのことも、喉の渇きも、死ぬことさえも、一つの星、一つの惑星、僕の居場所、この地球の上に一人の気ままな王子くんがいじらしく立っている。僕はその子を抱きしめ、ゆっくりとあやした。その子に言った。君の好きな花は何にも危なくなんかない。羊に口輪を書いてあげる。君の羊に。花を守るものも書いてあげる。あと、どう言っていいのか僕にはよくわからなかった。自分はなんて不器用なんだろうと思った。どうやったらこの子の心が通うのか僕にはわからなかった。すごく不思議なところだ。涙の国って。はい、ありがとうございます。これ大変ですね、これ。これは大変だわ、これ。すごい文字数なんだわ。ちょっとこれ分割した方がいいですね。はい。はい、島さん、もう一個あれなんですけど、はい、あのどうせ最後まで取れないじゃないですか。一応、例えば、かぐわさんの方で、はい、まだその神戸で、はい、こう投資で取ったものは取ってもらうんで、同じこのブルーのマイルで、で今回のですね、この、まあ、最初の方は全部映像付きで、はい、でそのあとはその各所各所の頭だけ映像付きで撮ってって、はい、で最後のおしまいの部分と、はい、加藤さんのなんか自己紹介みたいなのを入れて、なんかでそれでこう後でこうあの神戸の音源とこっちの音源とこうミックスして一応こう全部通しになるような。でということは、今の段階では、それぞれのショーの頭だけ撮っておく。いやいや、じゃあ途中までこう前半は全部映像付きでいいと思うんですよ。はいはい、で後半はその何て言うんですかね、そのそういうこうあの音だけとか、はい、もしくはその 前半はこう映像があるんだけど、こう、うん、途中から音だけにずっとなってって、例えばカンパさんと写真とかがなんかこう入っていたりして、なんか組み合わせていくとかすると、ね、なかなかもう一回東京に来てもらうと難しい。ああ、それは難しいですね。だから一応こう完結させるのに、一応最悪でもこう最後のおしまいとかっていうところだけでもなんか、ああ、なるほど、ね。あった方がこうパッケージにしやすいかな。あ、それはそうですね。ええ、じゃあ、8章よりも、その次やる8章よりも、わりかし最後の方を、もう最後の最後のところだけ、ちょっととりあえずはやっといた方がいいって感じでしょうね、きっと。まあ、ちょっとじゃあ、それは後でやるとして、ちょっと今、この中だけ仕上げちゃいますね。はい。はい、じゃあ、まずは、まあ、これはあれですね、奈良の最初のページは一応まず全部やらないといけないですね。最後の行の前のところまで行きましょうか。嘘だ、花はか弱くて無邪気なのどうにかしてほっといただけだと時があるから危ないところねなっていうところまでで一区切りさせましょうか。はい、はい、
あ、このスラッシュを打ったところですね。はい。はい。じゃあまず頭からいきましょう。はい。2になります。ご準備よろしければ。頭振りすぎです。振りすぎ。よく動くでしょう。よく動くわね、本当。なんだろう、なんか放送中もすごいね。大変。こういう言葉遣いになるのかな。吹きすぎやん。そう。ケンバートみたいな効果で埋められるんで。よいしょ。はい。僕の王子さんあの時の王子さん、うん、あの時のすごい間王子くんです思いっきり間違ったあそっか星の王子様こっちは君だから私間違うんですね王子様に古いので本当は読んでた時間これは大変ですよこれは大変です、うん、なんかねトラップみたいにね微妙にこうひらがなで書いてあるのでそうですね、うん、それでちょっと一瞬こう迷いが生じちゃうとやっぱりねなんか線で読む前にこう区切ったりとかしててもそれでも間違えすあれですあんまり間違いを恐れた朗読になっちゃうとあんまり大丈夫だよ、はいはい、その辺はもうあの胃の使用しても良いので、はい、なるべくちょっと情感が入った方がいいですね、スピードが変わってきてます。そこら辺も気をつけていただきつつ、はい、まずは、7の最初の部分ですね、はいはい、そこをテイク2にしますのではい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ご準備よろしければ。はい。第7章。5日目。また羊のおかげで、この王子くんにまつわる謎が一つ明らかになった。その子は何の前置きもなく、いきなり聞いてきたんだ。ずっと一人で、うーんと悩んでいたことが解けたみたいに。羊が小さな木を食べるんなら、お花も食べるかな。どうしますか。花だ。そのあの過去の羊側からいきましょうか。はい。はい。羊が小さな木を食べるんなら、花も食べるのかな。羊は目に入ったものみんな食べるよ。花にトゲがあっても?ああ、花にトゲがあっても。じゃあ、トゲは何のためにあるの?わからなかった。その時僕はエンジンの固く締まったネジを外そうと、もう手いっぱいだった。しかも気が気でなかった。どうも手ひどくやられたらしいということが。あ、落ちた。落ちた。
わかった、落ちた。何出したの？ブレーカーですか？ブレーカーか。照明が落ちてるから。照明を、照明だけですね、落ちたの。いや、こっちも落ちた。配信もカメラ落ちてる。カメラも一部の、ね、ブレーカー落ちてる。あ、一部のブレーカーですね。スーさんいないの？あ、いらっしゃいます。今レコードは回ってますね。まとめないで。なんだろう、ちょっと一応ポーズです。あー、怖いな。ブレーカーのどれかが落ちたの？ブレーカーが…いや、一応ね、今んカメラを…カメラ落ちたんですか？カメラ落ちた。いや、カメラは生きてますよ。あ、生きてますか？え、生きてます。でもスイッチ…あの、生きてる。照明が…照明が落ちてるから、あれなんですけど、あ、これ直なんで…そういうなんかぶずものすごい、いや、すみません、うちの低レベルな問題でしたが、え、なんで直ったんですか？要するにこれはボロだったわけですね。いや、接触はいや、そんな、お、あ、ちょっとなんか怪しいですね。直前にそのケーブルがあんまり中であんまり熱くなったりしてないですかね？いや、してない。いや、なんか一個ね、僕転がしてね、使わない方がいいのあるんですよ。すいません、交換します今度。割れてるんじゃないですか、それ付け根のところ。あ、音落ちた。え、触らないでおけばいいって話ですかね。そういう感じですか。これがこのわたわたしてるから、こうブレーカーとどうブレーカーと落ちてたんでしたっけ。結局、とか落ちただけなんですか。いや、元から降りてたやつかもわかんないですよ。あ、降りてたのあったんですか。っていうことは、大丈夫と、俺がこの辺わたわたしてた。はい、大丈夫ですか。はい、お騒がせ。お騒がせ。すいません。お騒がせストリート。ちょっとボロ機材でね、やりました。なんか動いたかな、あなた。前髪、はい、うん、あー、じゃあなった。はい、伸びして、伸びー。はい、母ちゃん伸び。そ、まあ、すいません、壁から。はい、はい。だんだん髪が落ち着いてきたね。落ち着いた、最初からですね。鼻に怒ったのは、怒ったちょっと前ぐらいがいきましょうか。はい。まあ、そういうことになりますね。そういうことになりますね。会話の後半ぐらいからですかね。そうですね。はい、じゃあどうしようかな。時は、分からなかった。分からなかった。5行会話があって、分からなかったら行きましょうか。はい。ちょっと待ってね。よろしいでしょうか。はい。はい、じゃあご準備をしてください。はい。分からなかった。その時僕は、エンジンの固く締まったネジを外そうと、もう手一杯だったし、しかも気が気でなかった。すいません、エンジンの固く締まった。固く締まった。関西弁。固く締まった。固く締まった。固く締まった。こうネジも
ね、ネジ。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 ネジじゃないですか。ネジ。関西弁ネジはね、どっちもネジ。一緒なんですね。この辺で、ね、あのかなんか書き文字は難しいんですよ、関西弁とかね。標準語で喋るのって。こと話し言葉はより難しいんですよね。ネジ。書き文字難しいんですよ、ね。ネジ。わからなかったから、メロメロ。はい。はい。わからなかった。その時僕はエンジンの、その時僕はちょっと疲れてきてるな。そうそうですね。休憩します？ここでちょっと一回切りましょうか、ちょっと。いや、なんかちょっと分からなかった。今の停電で気分的に途切れたかもしれない。うん、ちょっと休憩、まあ時間もあんまりないんですけど、あとじゃあちょっと5分か10分休憩しましょうか。の方が良くないですか？はい。はい、そうしましょう。すいません。暑いね、暑いね。すぐ暑くなっちゃうからね。エアコン切ると。じゃあ、休憩です。はい。はい。電源に関しては一回ちょっと、ね、考えなさいと。どうしても席出そうなので止めなきゃいけないときってどうするんですか？くしゃみだったらこうやったら止まるじゃないですか、うん、席はどうやるんですか？席はこう喉が閉まらないように、あまり気にしないことです。でもこの辺こうイガイガしてるとのさっきの何かけたんですよ、うん、一緒にこう飲んでも治らないんですよね、席こう、うん、押したら、ここ押すと止まるとね、あるんですか？耐えるしかない。結構耐えてますね。いや、さっきはなんか出てました。やっぱり配信の最初はなんかここが出て、うん、まあ、いるみたいですよね。結構きめ細かいなんかあるんですかね、うん、
すごいですね、この絵は。電子アングラ芝居。ライブでただ回してるだけみたいなのすっごいかったね。あ、 iPhone5 だ。あ、そう、なんでこんな時間かかるんですね、ただまだなのに。いや、待たすといてあいつは監視カメラで見てる。あいつこいつに渡して大丈夫か。あそこに駅前にあるんですよ。あ、ね、使いにくいな、iPad やると。あ、でもすごい、ちゃんとピンポイントで合いますね、なんか。不思議だな。GPS か。あ、いや、あの指の。あ、指だ、はい。なんでこんな指でちゃんと合うの。不思議。多分指の位置とこうタッピングする目標位置の補正をしてるんですよ。あ、人間の感覚と実際の、ね、ここが押されたであろうっていうところにこうポインターをもう持ってっちゃう、ね。ああ iPhone 触ってから Android 変わるとすごいイライラするらしいですよ。これはすごい。ああ、でも Android もこれからでしょ。うん、ね、空気が熱い。ああ、このライトがね。ああ、いいです。じゃあエチャーカバー、あとちょっとだし、あとちょっと、じゃあ、エチャーカバーしますね。はい、関西弁で OK です。マジックが、うちの嫁さんも関西です。あ、そうですね。え、そうなんですか。満州弁です。どこでしたっけ。姫路ですか。姫路です。ああ、高砂。あ、いいとこですね。朝何やりの息を、死と、身を死と、死と、何、死と、うん、息を。ユリちゃん絶対無理だよこれ。鼻さ、汗かくんね。あ、全然大丈夫よ。あとで自分で。うちの奥さんも鹿児島なんで。一回化粧をちょっと落としてやった方が、今ね、だいぶ濃い。上からだいぶかけちゃってるから。うん、え、濃いくしちゃって。お腹乗っちゃった。いや、お腹空いてないですか。同じのと違うのがあるんですよ。あ、京都方面と。うん、めいちゃん今から、うん、さっきの何時だっけ、なんか終わったらどうすんの、うん、帰る、これはまだ今後じゃなご飯食べる時間あったら、うん、食べよう、そうですね、走ったら、あ、時間あったら行こう、本当、うん、しゃべりたいし、ね、しゃべりたいさっきのなんか同じなんで両方とも一回口が取ろうかね、ネジ、ネジ、あ、ネジ、ネジはね、どっちもネジなんですか、カサカサカサ、そういうのがね、しゃべり言葉だといいんですけど、読み言葉でこうしゃべるの、まあ、なんか文章読むので、標準語で読むって、まだなんか難しいんですよ。慣れた。慣れたことは。だから慣れたってほとんど東京出身でしょ。ああ、そうですね。ね、鉛を抜くんですよね。ちょっと難しいか、やっぱりね。喋る分にはいいんですけどね、読むのは難しい。いいよ、普通の口して、うん、親父が三重なんでギリギリ関西圏なんですよ。ああ、そうですね。三重で場所に、ね、名古屋に近いところが名古屋で、ね、ちょっとタバコ吸って、僕の方は岐阜なので、お、もう本当に微妙な接点で岐阜っていうと何県なの。岐阜はね、割りかし普通なんですよ。そう聞こえるんだけど、まあ実際はちょっと違うんですけど、岐阜と富山、名古屋に近いですね。岐阜と富山、ね、岐阜でもね、上の方はもう、うん、あの北陸に近いぐらいになっちゃうから、またそれが微妙なんですよ。クロスオーバーしてる感じですね。あ、そっか、 iPhone4 か、これ
ってどうやったら釣りに行ってくることができるのか、ね、ホームを二度押しです。ホームボタン二度押しです。これ二度押しするんですか、ええ、そうすると、これが…メイクされると眠くなるね、気持ちいいね。マルチで Windows みたいな。何かを最初に起動させておいて、それでその上でホームに起動すると別のアプリも立ち上がる。それでこういろいろこうスイッチできるんですか。そうです。昔のMac のあれみたいなやつもですね、マルチファインダーみたいな。仕事で駅の放送録音してるときに漢字で書いてある原稿の読み方はどうしても分かんなくて、分かんないからこの駅に電話してみようって地方の駅に電話したら、駅員の訛りがひどくて、なんて言ってるか分かんないよそういうことなのか。マックOSってこれシングルタスクなんですよね、確か。違いますよ、ね、タスクだと思いますよ。もう OS がアップグレードされてる。ちょっとかかっちゃった。ね、しっかりこのあ、今度マルチになったんだね、確かね。ノリ持ってる。今までシングル。待ってる待ってる。取れてる。あれなんですよ、iPad まだなんですよ。ああ、これこんな暗いんですか。それ、環境設定だと思います。設定なの。ディスプレイで明るさ。あ、すごい。こんなに明るくなるんだろう。すごいな。バーカイ。それだからね、それやると電池早く減るんですよ。ああ。ちょっと待ってくださいね。今どれをやると電池が減るの？LED ですね。機能が高い。そんな電池食ってもこうあれですよね。アプリちょっと入れればフラッシュがついてライトになりますよ。僕こういうなんかタワーで落とせる、フラッシュがライト、フラッシュライトでこうやってですね、フラッシュモードになるの、そのフラッシュをライトとして使えると。フラッシュだよね。なっちゃってフラッシュ、なっちゃってフラッシュ。でもエアコン大事出しますよ。だって現場でなんか配信するときになんかもう見えないですよね。そうですね。ライトあれですよね。ミスターでこうやってますよね。昼間で外でもなんか影がちょっと見えないですよね。ああ、そうですね。なんだけどエラーに間違えたんですよね。一番悲しいのは野外の PA で3時ぐらいでやるじゃないですか。撤収のときに日が暮れてきちゃって。見えなくなっちゃうんですよ。外で電源落とされちゃうし、懐中電灯がないと、あれ今なんか落としたぞみたいな。いや、須藤さんいつもからミキサーにランプ連れてるじゃないですか。あれ必須だなと思って、買おうと思いながらもう1年ぐらい経ってるんですけど。これつきますよ、これ。それついてますね。これ BJ もあるんで。BNC の。はい。ホールの勝手に人のことを使ってグリグリとごめんなさいね。暗いですよ、みんなとこも恋愛なく、もうライトないことにはもう何もつなげないって感じです、ね、須藤さんはいない、本気であれだよね。メイクしだしちゃうね。やりだしたら。ジャケットとか。あ、写真今撮ったら。今撮ったら。こういう現場もこういう風にしてるんだっていうのが楽しめる。いい感じ。じゃあ取り出します。じゃあ。できてた。カメラ。カメラ見たい。じゃあこれは戻す。じゃあ髪の毛直すからちょっと待っててね。はい。フラアイフォンのカメラは性能いいと言ってもデジカメほどじゃないな。なんかダイナミックレンジ低いですよね、やっぱね。飛びますよね。
もうほとんどあの飛んじゃいますよね、明るいところだと。カファさんって大型でしたっけ、A 型でしたっけB です。 B だよ、カファちゃんは。また B。 うん、そう、結構多いな、なんかマリエドンに、メイちゃんに、メイちゃん B か。そうそうそう、あの時ほら、大阪の時なんだっけ、 A がいなかったんだよね、確か。あ、そういや、A、B と B しかいなかったんだ。そうそう、濃いメンバーです。あの人も B だった。あ、ユリタン、うん、ゆりちゃんに労働させたらもう全部関西弁になっちゃうな。確かにって言ってゆりちゃん見てるかもしれないです堺なんで、まだ関西弁でも違いますからね。堺か、近いの、濃いかもしれない、濃いの、コテコテな感じ、顔違いってことね。本当だ、やったら全然違うね。これ鏡の映ってるの、ちゃんとやってくれたら全然違う、うん、まあ私プロじゃないけど、ね、あの子奈良出身とか言ってました。奈良で勝手にプロですって名乗ろう、うん、と、え、これ前なんだよ、うん、もうちょっと下げたい、うん、すごい綺麗に映ってるよね、もうこの映りがもうそこにいるみたいだもんね、みーちゃんもね、もう目が眠そうだもんな、私。こっちのカメラとか切り替えられますか、ちょっと見ていいですか。これでせーの、よいしょ、はい、ありがとうございます。違う、違うね、お化粧したらしっかり直すと、うん、いい感じだね。ほら、疲れが隠せる、うん、そうだ、違う違う、はいはい、これだから、はい、まあ、本編は本物は音だったけど、映像もこれ加わるとなんか急にメイクあるカットが変わる、すごい、もうあのボケ具合がもう、普通のレンズじゃ最高って思う。シンコたまらんすよね。もうなんかどうしたらいいね、わかりますそれ。シンコたまらんすよね。最高、写真みたい。シズル感。すごい。あれ、あれちょうどジェイちゃん、なんか名前から撮っといて。ジェイちゃんで。はい。なんか CD のジャケットに使えそうな。うん。メイク終わったらね、名前がね、撮ります。はい。使い勝手、使い勝手、使い勝手はあります。これ、ローで撮ってるってことはある程度押さえてくってこと。顔はあまり触んないようにね。はい、はい、じゃあ、スチールターン、はい、はい、フォトセッします、フォトセッション、めっちゃ可愛い、どうしよう、可愛い、可愛い、ちょっと引いたやつ、引いたやつ、もう一枚、はい、もう舐めたいけないじゃん、うん、なんか、なんか、近くて、向こう向いたりとか、うん、ちょっと、